すごい、これが建築か。建築は何してないけどね。まだお豆腐だしね。こういうのもおしゃれやな。俺もこれ欲しい。うん？一緒に住む？うん。いいんじゃねえんだよ。うん、ねえ、それどうやって取んの？草。草どうやって取んの？どこいんの？ハサミでチョキチョキする。これ余ってるやつあげる。どこ？うん、今そっち行く。あ、ありがとうございます。疲れてんのかな、なんか変なもの見える。え、なんかね、どうしたんですか。いや、わかんない。僕の家ですけど。これ変なもんだ。なんすか、なんか文句あるんですか。立花さんのおかげで、でも見てくださいよ、あれ髪の毛生えたんです。中にもちゃんと入れますよ、家なんで。こっち来てください。すっごい入るの大変なお家ですね。マイクラのランチャーで一応場所は見れます。一生懸命作ったんだね。すごいね。ここに住むの？せっかく作ったからね。うん、でもね、うん、何がいいって、うん、この状態でね、うん、見てほら、うん、すごいね。お外見えるんだ。そう、すごいね。ロマンチストですから自分。お邪魔しました。二度と来ません。やべ、とりあえずさ、後ろ乗ってもよし。よし。江戸さん、ん？デートだね。やめとけお前。やめとけってお前。よし、書いといた。書いといた。なんて書いたの。痛い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 。なんか、そう、なんか入り口にさ、看板立ててあったんだけど。リングが作られた考えだね。残り時間30分。ちょっと待って。そうだっけ、橘ひなの大切にしろよみたいな。あー、書いたかも。そう。ちょっとね、それもね、あんまり覚えてないんだよね。行きましょう。なんか、あの時、レイド君酔ってたんでしょ。まあでも、じぃ、まあ、大切にしろよは大切にした方がいいからね。まあ、間違ってないし、何も間違ってない。ここはリング街だ。焼き鳥になりたくなかったりする。間違ってはいないけどさ、まあ、無理に扱うあれはしないけれども。そうだよね。なんかあと一緒になんかボート漕いでデートしてるやつとか。 あれはね、殺しに来たね。いや、あれは悪い女だよ。悪女ってやつ。うん、いや、本当にあれは、あれが悪い。あいつが悪いのか。うん。